先にピーターズが入場してアンディが後から入ってきたんですけど、ピーターズはアンディのコーナーまで来てですね、早く上がってこいって顔して、そうですね、すごい殺気でしたね、恨めつけてましたね、K1 キングスの再戦という形になりましたが、果たしてファイナリストとなるのはどちらでしょうか、アンディ・フグか、それともピーターズか。さあ開始、いきなり後ろ回し蹴りで入っていきます、アンディ・フグ、前を徐々に詰めます、ピーターズ、左のフックから右のストレート、曲げに左のストレート、右のアッパー、さあ追い詰めた、コーナーで追い詰めた、ピーターズ、なんか記憶が蘇りますね、そうですね、はい、3月ですが、その時には1ラウンドテクニカルノックアウトでピーターズがアンディ・フグを下しております。すごいですね、ミドルに合わせていく、しかしディフェンディングチャンピオンのアンディ・フグも合わせていきました。自信持ってるみたいな感じがしますね。リングの中央、後ろ回し蹴り、ミドルキック、そして追い詰める、やっぱピーターズにとって一番いいのはベルナルドだと思います。あ、そうですかね、それをちょっとクリアしたんで、右のストレート、いきなり、そして右のアッパーが左のフック、右の膝、強引ですね、フックを返していきます、アンディ・フグ、ちゃんと見てますよ、強引ですね、左の膝、そして右ストレート、右ストレートがちゃんと見えてますから、完全に見切ってますね、ピーターちょっと焦ってます、もう少しゆっくりじっくりとかですね、飛び込んでいったロック、アンディ・フグ、長坂さん、はい、どうぞ、アンディサイドですが、アンディフが今回ディフェンディングチャンピオンという立場にありながら、こう不思議なぐらいこうプレッシャーというものを感じないんですよね。どちらかというとこう試合前ナーバスになることが多かったアンディなんですが、今日は非常にリラックスしてます、ね、ローキック効いた、ローキック効いた、いいですよね、そして右の膝、右のスレッドボディ、いいですね、ローキック効いた、アンディング効いている、ピーターズはちょっと攻撃が荒いですね、そう見えますか、ロー効いてますね、嫌がってますね、左のロー、アンディの左のローキック、ピーターズの右の外側を的確に捉えております。今のところ構成点ではアンディの方がいいですよ、そうですか、このローがいいですよね、あー、ロー効いてます、ダメージありますよ、ローキックアウトサイド、左のローキックで酸素を掴んで、このローキック、倒せる倒せる、まだ第2ラウンド、この準決勝は3ラウンドで争われます。ちょっとピーターズの顔色がちょっと変わってきましたね、まだピーターズのハイキックは出ておりません、それ気をつけた方がいいですね、ロッキーかかと落とし、左ロック、ピーターズ、ピーターズも左ロックから右ナンパ、どちらのダメージの方が大きいんでしょうか。97年グランプリ準決勝、試合は最終ラウンドへ、アンディのローキックがアーツの足に大きなダメージを与えていた、アンディもローキック、ローキックで応戦していきます、トルネード、膝頭を狙っていきます、やや後ろにステップを刻みます、そしてバックハンドブロー、バックハンドブローも持ってきた、波に乗ってきましたね、波に乗ってきましたね、こんなに怖いですよね、ホテル技をどんどん出してきます、強いですよ、ピーターズの顔がちょっと高く落としから飛び込んでいく、今のフェイントだけ、いつもやられる時の顔に近いような、あ、そうですか、何かそうしそうな顔つきになってきたという谷川さんの印象ですよ、右ストレート、右のアッパー、ピーターズ、これが怖い、 K-1 がこれがある、アンディ・フグ、こんなに試合中かかと落ちたのアンディ初めてですね、かなり調子がいいんじゃないですかね、左ストレート、ピーターズ、膝を合わせます、ピーターズ、長澤さん、アーツなどですけれども、アーツはインターバルの間座らないで立ってるんですけれども、しきりにやっぱり右足を気にしてましたね、そうですか、ダメージ、かなりダメージあるようですね、左のボディから膝を見せました、ピーターズ、ボディへの攻撃、アンディ・フグの膝、しかし体を入れ替えたピーターズ、ローキック、そして下アンディ・フグ、目まぐるしくコースが入れ替わります、ロープには一旦ブレーク、ああ強いアンディが戻ってきましたね、本当に強い、戻ってきましたね、ガラスの鉄人と呼ばれた、その何か汚名を返上するような膝を見せますピーターズ、しかしアンディ・フグ動じません、アンディ・フグ動じません、そして大ロック、残り時間がなくなってまいりました、ファイナルラウンド、右ストレート、ピーターズ、ピーターズの右顔面を捉える、あ、ロー、ピーターズ、ここでゴング、落ちましたね、第3ラウンド、ファイナルラウンドもゴングが鳴る、そしてピーターズ青コーナーに戻り、一方のアンディ・フグはガッツポーズで赤コーナーに戻りました、30対28、差がついた、